真夜中の訪問者今から20年ぐらい前の話だその頃私の弟は東京のある安アパートに一人で住んでいたその日弟は朝から体調が悪かった無理して仕事に行き夕方過ぎに重い体を引きずって帰ってくるとそのまま室内に倒れ込んだ 体温を測ってみると40度近い熱がある。無理して仕事になど行くんじゃなかったと後悔した。夕飯を食べる気になれず着替えもせずに布団に横になった。風邪だろうと思って薬を飲んだが熱は一向に下がる気配がない。もしかしたらインフルエンザかもしれない。 中途半端に睡眠と覚醒を繰り返し気づくと真夜中になっていた高熱のせいで頭がぼーっとしてめまいがする天井がぐるぐると回るようだった汗が大量に噴き出して着替えたくても起き上がる気力さえ湧いてこないもしかしたら 自分はこのまま死ぬのではないかいつになく弱気になっていると不意に玄関ドアの開く音がした誰かがそっと部屋の中に入ってくる気配がある足音は聞こえないだがこちらに近づいてくるのが熱で高ぶった神経にはっきりと伝わった 玄関の鍵をうっかり閉め忘れたろうか飛び起きて「誰だ!」と怒鳴ってやりたいが体がまるで言うことを聞かないそうこうするうちに侵入者は弟が横たわる布団の方へと忍び寄ってきた枕元に静かに腰を下ろす気配がする弟はそっと と薄めを開けて枕元に座る人物の正体を確かめようとした真っ暗な室内にもかかわらず枕元の人物はぼんやりと白く浮かび上がって見えた老婆であった着物姿で髪を後ろにひっつめた小さな丸い顔が猫背気味に 弟の顔をじっと覗き込んでいる。その顔にどこかで見覚えがあった。熱で朦朧とする頭で思い返そうとするうちに、老婆の片手がスーッと動いて、弟の額の上に乗せられた。その感触は妙にひんやりとして心地よく、 弟はそのまま気を失うようにして眠ってしまった朝になって目が覚めると老婆の姿はどこにもなかった熱は不思議と下がっており体調もすっかり良くなっている布団から起きて玄関ドアを確認しに行くと鍵はしっかり閉まっていたすると あののは夢だだったのだろうか。そう思ったが何か釈然としなかった夢にしてはひどく現実感があった何より額に置かれた手のひらの冷たい感触をはっきりと覚えている弟はこの体験談を正月休みで帰省した時に話してくれた 我が家では居間に仏壇が置いてありカモイには祖父母や戦死した叔父の遺影が並んでいるあれはひょっとしたら俺らのばあちゃんだったんじゃないかって気がするんだよ祖父母は私たち兄弟が生まれる前に他界しているなのでその面影は写真でしか知らない 俺が熱で苦しんでるのを見て助けてくれたのかもな。弟につられてカモイに目を向けると白黒写真の中の祖母はいつになく優しく微笑んでいるように見えた。